山梨といえば果物王国ってことでワイナリー行ってきたんだけどさ、また営業時間ギリギリで最悪だったから聞いてください。山形県の秘湯に入った後ワインが飲みたくてワイナリーに来たんだけど、営業時間ギリギリすぎて試食シーンが一切できなかったの。もう私でワイン大好きで、チーズとかお肉とか一緒に食べるの大好きで、重めの若ワインが大好きで、今日楽しみに来てたのに飲めないのってことで、できる限り魅力伝えるからぜひ行って感想教えてほしい。行った人も私の代わりに教えて。1、ワインが飲めなくてもジュースが試飲できる。うちのカレピピはワイン苦手というか運転手だから飲めないけど、ぶどうジュースが試飲できるってことで立ち寄ったの。まあ営業時間終了すぎて試飲できなかったんだけどね。めちゃくちゃでも美味しそうだったな。2、ワイン作り見学ができる。高畑町で栽培されるぶどうはどのような土地で育ってるんだろうとか、どんな品種があるのかとか、高畑ワインの秘話とか、ワインの瓶詰めの様子が生で見れるとか、普段見れないワインの裏側が見れて勉強になる。偏差値45の女は頭パンクだったけどね。3、試飲試食が豊富。有料のものから無料のもの、ワインにジュース、ソルベなど多くの試飲試食を楽しめます。くぅ、もっと早く着いてれば。特にね、この有料のシーンがめちゃくちゃ気になったの。またの機会があれば飲みたいな。他にもおしゃれな外観にワインの地下貯蔵庫やブドウ畑を見学できて、まるで海外に来た感覚になる。ワーホリでブドウ畑で働いてたんだけど、記憶よみがえったわ。こちら山形県にある高畑ワイナリー。ワイン好きもブドウ好きも絶対寄ってね。あー、試飲はできなかったけど、米沢牛入りサラミは美味しかったし、近くにあるお菓子工房ここ泉屋さんで買ったシンプルさが最高なプリンと濃厚ケーキたちが美味しかったから、最悪な気分もどっか行っちゃった。結局食べたら大満足したのでした。小泉屋さんの詳細はキャプションにまとめたから絶対見てね。大人気だから季節物はすぐなくなっちゃうので要チェック。ああ、さつまいものケーキ食べたかった。ってことで次回のチュンタクはついに念願の蔵王温泉って思ったら路頭に迷いました。次回も絶対見てくれよな。